ミシン糸の編みぐるみの紹介、ペロペロキャンディー。はい、どうも、編みぐるみストの角田です。ってことでですね、今回はミシン糸の編みぐるみの紹介、ペロペロキャンディー。はい、ってことでですね、ペロペロキャンディーですね、こちらになります。はい、ペロペロキャンディー、まあ、2つ、2種類あるんですけども、まあ、こんな感じですね。こんな感じのペロペロキャンディーです。で、こっち側がちょっと、あれですよね。なんていうのかな。この持つ部分が、ちょっと短い感じになっちゃってますよね。うん。で、まあ、こっちはこっちでいいのかな。うん、まあ、いいのかなって、すごいざっくりな感じなんですけども。まあ、こんな感じですね。まあ、結構簡単にペロペロキャンディーをですね、編めるので、で、なかなか面白い感じなんでですね、まあ、このところを取るとナルトにもなるっていう、なかなか万能なペロペロキャンディーですけども、まあ、大きさですね、大体大きさをっていうか、大きさを測ってみたいと思います。で、まあ、大きさ的にはですね、このぐらいです。まあ、1センチですね、10ミリぐらい。で、このなんだろうな、この2つあるんですけども、この大きい方がなぜかこの短くなってるっていう、このバランスの悪さですよね。うん。まあ、なかなかのバランスの悪さなんで、言えてない。なかなかのバランスの悪さなんですけども。で、重さですね。重さがですね、どっち測ろうかな。こっちで。0.033。まあ、せっかくなので、こっちも測ってみるとですね。0.028、まあ、こんな感じですね。まあ、編みぐるみって言った感じでちょっと今撮ってるんですけども、まあ、なんだろうな、綿が入ってないので特に編みぐるってはいないですよね。とりあえずあのペロペロキャンディーを編みぐるみっていうか編み物ですよね。ちょっと何言ってるか分かんないですね。自分でも今何言ってるかよく分かんないんですけども、まあ、こんな感じのペロペロキャンディーでーす。まあ、簡単なのでですね、結構なんだろうな、ミシン糸で編んだ、あんまり編んだことない方はですね、結構なかなか可愛い感じでできるのでおすすめだと思います。はい、ってことで今回はこのペロペロキャンディーを紹介させていただきました。はい、ってことで今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ではでは。